あんた、元薬剤師だろ？ちょっと聞きたいんだけど、やっぱ牛乳と身長って関係あんの？恋愛は成就すると表現しますが、好きは成就しなくても好きでいられる。好きほど厄介なものはないと思いませんか？こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公の名前はクソガキヨイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのは牧啓太本編ストーリーです。情報屋かつ次期社長候補である彼を追いかけ回すストーカー女性を追い払うために、恋人のふりをしていく物語です。交換条件として薬物事件の捜査協力をしてもらうお話で、一番厄介な好きな感情を後回しにしていることを本人たちも自覚しておらず、好きを貫いているのはストーカー女性の小町さんだけなのではという皮肉な展開になってきております。それでは早速続きをご覧ください。どうぞ。翌日、私が片倉さんのお店エガリテを訪れたのは8時を少し過ぎた頃だった。エガリテ、フランス語で平等の意味ですよね。意外と私も遅くなっちゃったな。まあ、このね、お店の名前っていうのも後々ストーリーに関係してくるのかもしれません。おお、今日も盛況。ドアの開く音にこちらを振り向いたその人と目が合った。ああ、こんばんは。こちら牧直澄さん、攻略対象の牧啓太くんのお兄さんですよね。こんばんは。一瞬驚いたような顔をした後、ニコリと笑ってくれたお兄さんに私も慌てて会釈する。お兄さんと会うのあれ以来だな。まあ、ここで会ったんですよね。そんなやり取りをしているところにキッチンから片倉さんが現れた。ああ、クソガキ、もうそんな時間か。いらっしゃい。いつの間にクソガキと呼び捨てで呼ぶようになったんですかね。まあ、それだけ月日が経ったということでしょうか。そこ座って。そう促されたのは唯一一席だけ空いていたお兄さんの隣だった。すいません、今日牧くんと待ち合わせで。大丈夫、聞いてるよ。今奥のテーブル外見入ってるから、片付けたらそっちに案内する。まあ、一人で来たわけじゃないですよってアピールをしておきましょう。あ、そうだったんですね。すいません。じゃあとりあえずどうぞ。ありがとうございます。ごく自然に椅子を引いてくれたお兄さんに一瞬いつかの牧くんの姿がかぶる。なんで最初に会った時気づかなかったんだろうな。改めて見るとよく似てる。目の色もね、一緒ですもんね。何飲む？じゃあお手すきでハートランドを瓶ビールですね。グラスなしでいいんだってな。はい、大丈夫で。あ、ありがとうございます。ごゆっくり。鉄くん、落ち着いたら俺もチェックで。わかってる。テキパキと私にコースタートビールを出して、片倉さんはカウンターを出て行った。相変わらず、なんて仕事の早い。まあ、混雑してるからね、気を使ってお手すきでって言ったにもかかわらず、すぐ出してくれました。仕事帰り？はい。じゃあ、お疲れ様でした。俺、チェイサーでごめんね。まあ、お帰りになるんですもんね。あ、いえいえ、お疲れ様です。半分ほど減った水のグラスに、緑の瓶をそっと当てる。ハートランド、緑の瓶のね、ビールですからね。お兄さんの前には、どことなく甘い香りを漂わせる空のブランデーグラスと、あまり見たことのない酒瓶があった。何飲まれていたんですか？これはガルバロスって言ってわかる？あ、わかりますわかります。リンゴの蒸留酒ですよね。いわゆるスピリッツってやつですよね。そうそう。普段はあんまり飲まないんだけど、ふっと飲みたくなって。マキ君もそうだけど、おしゃれなお酒を。ケイタと待ち合わせなんだ。はい、さっき会議が終わって会社でだって連絡があったので。あと10分か15分か。そっか、相変わらず忙しくしてるんだな。あんまり無理してないといいけど。他人行儀とはまた違う距離感。いくら別々に暮らしているとはいえ、同じ会社に勤めている兄弟のことなのに。あ、会社も一緒なんだ。お兄さんはまるで違う国で過ごしている誰かを案じているようだった。まあ、微妙に距離感のある兄弟ですよね。まあ、
お家を継ぐっていうこともあるから、その家業同じ会社にいるということですかね。ご曽垣さんは仕事忙しい？は？いえ、全然。新人だし学ぶことばかりだから、やることはいくらでもあるんですが、実際の仕事で役に立てることはお恥ずかしながらほとんどなくて。そういう風に見えないけどな。あは、ありがとうございます。でも本当にそうなんです。特に今は。ん？あ、でもまあ、私の仕事は暇である方がいいんですけどね。ああ、そっか。確かにね。はい。輪をかけて役立たず。そんな自虐ワードは慌てて引っ込めてビールを口にした。私が担当してる事件なんて今はあれ一つだけなのに。音信不通になった情報提供者はそれっきりで、糸口になりそうだった中本渡は白で、まあ、こんだけね、中本渡さんの名前が出てくるとなんか怪しいのかなって思っちゃうけどな。それ以来何も新しい手がかりはつかめていない。やれることからがむしゃらに。それが必ずしも状況を好転させるわけではないことは分かっている。分かっているからそれ以外にどうすることもできない自分がもどかしい。このまま何もできないまま、私は次のスカウトに専念することになるんだろうか。まあストーリーとしてはね、メインストーリーのシーズン1のところの途中から分岐してるんですよね。まあ場面としては鈴木兄弟にスカウトに行く手前のシーンということになってます。いや、まだ時間はある、あるから。胃の底から湧いてくるような弱気を押し戻すようにごくごくとビールを飲み干す。いい飲みっぷり。あ、すいません、お恥ずかしいところを。全然。そういえばクソガキさん、お酒強いんだって？え？テツ君から聞いたよ。ケイタと同じペースで飲んでもケロッとしてたって。いやいや、ペースは同じでも飲んでるものの度数が違うので。マキ君は相当強いですよ。らしいね。俺はあんまり飲めないんだけど。カルバロスをストレートで飲む人が飲めないというのはちょっと説得力が、うん、お強いんじゃない？十分。あは、まあそこだけ見るとね。強くはないけど、いいお酒割るのあんまり気が進まないんだよ。ただの酒好き。味が薄まっちゃうからか。あ、その気持ちはわかります。だから調子乗るとベロベロになっちゃうんだよね。ここにもよく忘れ物するし。あは、そういえば最初にお会いした時もジッポを。あ、タバコ大丈夫なので、もしあれだったら吸ってくださいね。ああ、ほんと？でもシガーだからちょっと癖のある匂いするよ。どうぞご遠慮なく。テツ君はまだ忙しそうだな。じゃあありがとう。お言葉に甘えて最後に一本。シガーか、これまたおしゃれな。そうしてお兄さんは銀のケースからタバコを一本取り出し、加え火をつけた。吐き出された煙がバーの明かりの中ゆったりと登っていくまでの一連はとても優雅で、その横顔はやはりどうにもマキ君に似ていた。そして大人な描写ですね。ケイタは吸うの？あ、どうだろう、私は吸ってるところ見たことがないですけど。そっか、その辺も知らないくらいの関係性なんですね。でも家にも灰皿とか見当たらなかったので、おそらくは。家ってケイタのマンション？はい、今ちょっと事情があってよく一緒にいさせてもらっていて。あ、そっか、花房さんのところのお嬢さんの件で、ストーカーがね、この花房さんのお嬢さんなんですよね。ご存知なんですか？ああ、うん、哲くんからなんとなく聞いて。まあそうだろうとは思ったけど、マキくんからじゃないんだな。恋人のふりしてくれてるんだよね。あ、はい、まあそのような。会社でもクソガキさんのことちょっと噂になってるんだよ。ケータにとうとう恋人ができたみたいだって。え？いや、あ、当たり前か。小町さんに恋人だと思わせるためにやってるんだから。花房小町さん、ストーカー女性の下の名前が小町さんね。周りの人だってそうか。はは、私相手にそういった噂になるのはなんだかマキ君に申し訳ないんですが、幸い最近はだんだんそのいわゆる追っかけ行為といいますか、
そういったことが落ち着いてきているみたいで。あは、追っかけ行為？なので、その恐れ多い噂が流れるのも、あともうしばらくの間だと思いますので、すいません、お騒がせします。どうしてクソガキさんが謝るの？うちのことで迷惑かけてるのはこっちだから、ごめんね。いえいえ。迷惑をかけているのに申し訳ないけど。クソガキさんが協力してくれてるって聞いて、俺は、ああ、よかったって思ったんだ。え？ケータは本当に人に頼ろうとしないから。アキたち以外に親しい友達なんかもう作る気ないんだろうなと思ってたし。だから、なんというか嬉しくて。弟思いなんですよね。まあだから、なぜこんなこじれてしまったのか気になりますけどね。俺が言うのはちょっと違うかもしれないけど、ありがとう。いえ、そんな、こちらこそ。よかったら、この一件が片付いた後も末永く。で、これこそ俺が言うことじゃないな。やめておく。お兄さん。ああ、お兄さんはちょっとくすぐったいな。あ、すいません。じゃあ、ここで選択肢か、どう呼んでほしいってことですよね。マキさん、どうしましょう？兄貴の三択ですが、いやー、兄貴って呼びたいですけどね。まあおそらくね、まあこのゲームではそのルートないですけど、このお兄さんルートに行くんだったら兄貴と言った方が近づけそうな気はしますけどね。でも、まあマキ君からすると、そんなに仲良くないお兄様と仲良くなる選択肢っていうのは良くない気がするんですよね。まあそう思うと、上の二択のどっちかかなとは思うんですが、皆さんはどれだと思いますか？一応ね、この実況ではハッピーエンドに導けるような選択肢を優先的に選んでいこうかと考えております。手元にノートパソコンありまして、攻略サイトの力も頼っていければと考えてます。皆さん考えつきました？まあ僕は上の二択のどっちかかなと、まあどうしましょうで委ねるのがいいかなと思ってます。さあ答えどうでしょう？あ、そうなんだ。まあさすがに一番下の兄貴ではなかったんですが、一番上の選択肢、マキさんが正解のようです。マキさん。マキだとややこしいでしょ。直澄でいいよ。下の名前。え？あ、でも、ケータも名前で呼んでもらってないのに、俺が呼ばせたら怒られるかな。まあそうだね、マキくんって呼んでるもんね。え？なぜ？そんなことはないと思いますが。じゃあ、それで。ニコッと笑ったお兄さん、直澄さんに小さくうなずき返したところで、片倉さんが戻ってきた。あ、よかった。我、待たせたな。ちょっと、ハラハラしてたとこ。ハラハラ？金額が走り書きされた小さなメモを受け取った直澄さんは、支払いをさっと済ませて立ち上がった。ごちそうさま。今日は何も忘れるなよ。大丈夫、全部持った。すいません、オーダーいいですか？ああ、はい、伺います。じゃあまたな、直澄。それじゃあクソガキさん、お先に。はい、またなんか含みのある感じだよね。それからもしケータが今日アルコール飲もうとしたら、そこそこで止めてやって。え？人のことには本当によく気がつくんだけど、自分のことには鈍いんだよ、あいつ。はい、わかりました。なんて、こんな兄貴面したらますます嫌われるな。ごめん、今の内緒にして。嫌われてると思ってるんですね、直澄さんは。直澄さん。ん？良い週末を。ありがとう、クソガキさんも。マキ君は嫌ってないと思います。とっさに引き止めて、けれどその一言を言えずに見送った直澄さんの背中はドアの向こうに消えていった。なんか余計なお世話になっちゃうかなと思ったんですかね。あ、マキ君だ。遅くなって悪い、もうすぐ着くから。そのメッセージに返信を打とうとしたその時、はたと気づく。直澄さん、ハラハラしてたって、もしかして？マキ君が来る前に帰ろうとしていた？クソガキ？はい？
テーブルの方なんだけど、まだもう少しいてくれるみたいで。席、しばらくここでもいいか？もちろん大丈夫です。まあ隣さえ空いてればね。それより片倉さん。なんだ？さっき牧くんから事前に連絡をもらってるって言ってましたけど、それって毎回必ずだったりしますか？ああ、そうだな。直澄さんも？ああ、それがどうかしたか？やっぱり、きっとそうなんだ。いえ、特に意味はないんです。変なこと聞いてすいません。そうか。何か言いたげにしながら、片倉さんはそれ以上何も言わなかった。あの日以来、ここで一度も会わなかったのは偶然なんかじゃなくて、そもそも会いようがないんだ。牧くんのいる時には直澄さんは来ない。直澄さんのいる時に牧くんは来ない。そういうルールがこの店にはあるのかもしれないと思いながら、ビールの小瓶を伝って落ちた雫をそこでこする。なるほどね。平等って意味はなんかそことかかってんのかもしれないな。この兄弟に平等な存在がこの片倉さんなのかもしれません。牧くんの話をする直澄さん、そっくりだったな。優しい目をして、大好きで大切でたまらないと、こっちまで微笑んでしまうような温かい気持ちが伝わってくる話し方。けれどそれを最後にはそっと手放すように、寂しい顔で笑う。牧くんが直澄さんの話をするときと本当に似ていて、似すぎていて、なんだか胸が痛かった。マキ君がやってきたのはそれからほんの数分後のことだった。ほんとすれ違いだね。あ、マキ君、こっち。ああ。小さく手を振って呼んだ私にすぐに気づいてくれたマキ君の両手は重そうな紙袋で塞がっていた。お疲れ。今日店混んでたんだな。一人で待たせて悪い。いえいえ、遅くまでお疲れ様。今日荷物多いね。ちょっと今晩中にやることになった作業がいくつかあって。そうなんだ。って、あ、もしかしてさっき連絡くれた今日遅れなくても大丈夫かって、それが理由？そう、遅れた上にほんと悪いんだけど。あ、全然大丈夫だから気にしないで。むしろそんな中で来てもらって大丈夫だったかなと思って。そもそも誘ったのこっちだし、軽く飲んで帰った方が息抜きになるから。そっか。約束したから無理に来てくれたわけではなくて、息抜きなんだ。その言葉の何割かは私に気を使わせないようにという牧くんの気遣いかもしれない。まあ0か100かで発言してくるタイプではないですよね。含みのある発言が多いキャラクターですけれど、私といると気が抜けると言ってくれたこともまた嘘ではないんだと示されたようで、勝手に少し嬉しくなる。いらっしゃい。珍しく疲れた顔してるな。金曜の夜だし、それなりに。別にこれ忘れないうちに。ああ、早速持ってきてくれたのか。 CD？ いや、 DVD、 裏 DVD ですかね。 K の昔の試合の映像。あ、よかった、怪しい感じじゃなさそうです。え、柔道のですよね、昔って。これは小2の時かな。小2の牧くんの試合。何？お、ここで選択肢か。さすがに怪しい DVD ですかっていうのはなさそうですね。私も見たい、見たいが言えない、気になる、あ、3つとも見たいっていう選択肢ですね。ああ、だったらまあ素直に私も見たいって言えばいいんじゃないかなと思うんですが、まあこれもね、例のことが攻略サイトの力頼っていきましょう。皆さんはどれだと思いました？攻略サイトによると、あ、これは、うん、予想通りなのかな。私も見たいと素直に言うのが正解のようです。いや、私も見たいなぁと。なんでだよ。なんでと言われても見たくない理由がないというか、まあ、選択肢ね、全部見たいっていう選択肢でしたもんね。ダメ。どうしても？どうしても。困ったなぁ。困るな。まあ、その交渉はこの後ゆっくりしてくれ。け、何にするんだ？ああ、ごめん、じゃあ、ああ、これストレートで。あ、ジェイサーソーダでもらっていいか？わかった。そうして片倉さんは
カウンターに置かれたままになっていたカルバドスのボトルを手に取った。一緒なんだね。マキ君、ああいうのも飲むんだね。しかもストレート、あればたまにって感じだけど、割と好きな方。時々飲みたくなる。そうなんだ。お兄さんが飲んでたことには触れないんだね。直澄さんが同じお酒を同じ飲み方で同じようなことを言って飲んでいるのをマキ君は知っているんだろうか。うん、こういうところでね、なんか思いは繋がってるのにどうしてすれ違っちゃったんだろうね。さっきまでそこに彼がいたことを言うべきか言うまいか悩んで、私は結局口をつぐんだ。そういえば直澄さん、別れ際ケータが飲むようだったらそこそこで止めてって、なんで急にあんなこと言ったんだろう。お待たせ。あ、ありがとう。お？ゲイ？待ってくれてた相手に乾杯もしないで飲むやつがあるか？え？悪い、ぼーっとしてて。珍しいね、気遣いの男が。あ大丈夫。気持ちわかるっていうか、私もやったことある。ほんと、お疲れ様。いや、ほんとに悪い。お疲れ。うん、気が抜けているからなんですかね。申し訳なさそうにグラスを合わせてくれたマキ君は、一口お酒を飲んだ後、息を吐いた。会議がこれだけ長引いたわけだし、疲れてないわけないと思うけど、週末なんですかね、多分ね。片倉さんが言う通り、ほんと珍しく顔に出てるな。その足元に置かれた紙袋は、ファイルや書類がぎっしりと詰まっている。でもさっきお兄さんに良い週末をって言ったわけですから、まあ一番疲れが溜まってるタイミングの会議後ということだからなんですかね。今晩中に終わらせなきゃいけない作業が終わったら明日は休み？いや、明日もちょっとある。あ、忙しいんだね。もしかして日曜も？まあ、来月からって言ってた新企画が急に動くことになって、スケジュール追いつくまでしばらくはこんな感じだと思う。来月って半月以上前倒しになったんだ。マキ君、今日って小町さんは？ああ、今日も来てなかった。今週一度も会わなかったな。そっか、よかった。そういう行為が落ち着いてきていると、さっきも小耳に挟んだんだが、順調に不利の効果が出てるみたいだな。だといいけど、どうだろうな。そしたらしばらく帰りは別々にしない？え？家まで送ってもらえるのは本当に助かってるけど、10分20分の話じゃないし、小町さんが来てる日は必要なら呼んでくれれば私がオフィスまで行くよ。いや、でも。いつもは気にしなくていいって言葉にありがたく甘えさせてもらってるけど、これは正直ちょっと気になっちゃうから。別々に帰ることで少しでもマキ君が休めるってことなら、私も気が楽というか。なんかね、片倉さんが温かく見守ってる感じだね。自分のせいでクソガキに不便をかけるのが嫌だとでも思ってるんだろうが、実際の恋人だって相手が忙しい時は無理に会わないだろう。それはゲイ、いつも言ってるが、気を使いすぎると逆に相手を気負わせるぞ。彼女は特にそういうタイプだろう。私の何を知ってるのって感じですけどね。口説きに来てませんかと時々思うところはある、この片倉さんね。片倉さん、いえ、あの、そんなことはないのですが。あるだろ。え？はあ、わかった。とりあえず、来週だけ。次の週からは、また様子見て相談ってことでいいか？うん、そうしてほしい。まあこれもね、まあマキ君にとっても頑張る理由になるんだろうから、まあその期限をつけるってのも、なんかメリハリがついていいのかもしれませんね。くれぐれも無理のないように。あんた、そればっかりだな。わかったから、そっちも何かあったら言え。あ、ありがとう。あ、悪い、ちょっと。電話？行ってらっしゃい。ん？そもそも小町さんのことがなければ私のことを家まで送る義務はないんだし、そこがクリアになりつつある今、
難しい顔する理由は何もない。どちらにしろあともうしばらくのことなのだ。毎日送ってもらうこともこうして二人で頻繁に会うことも、小町さんそんな簡単に諦めてくれるんですかね。むしろこのヒロインと会わなくなったらなんか近寄ってきそうな気もしますけど、はあ、そう考えるとちょっと寂しいかもしれない。ビールもうからだな。何飲む？ありがとうございます。じゃあもう一本。焼酎じゃなくていいのか？そう言われると惹かれるんですが、今日はサクッと飲んでサクッと帰ります。そうか。なんなら今日のマキ君は息抜きより一旦寝た方が良さそうな気もするんだけど、まあ一回寝たらダメになる時ってあるよね。そうだね、これは気持ちわかるな。やっぱり似てるな。はい？経営の気の使い方がナオズミと似てる。それは危険フラグなんじゃないの？だって仲が微妙なんでしょ、その兄弟。そこと似てて大丈夫？多分気が合うよ。あ、ナオズミさんとくっつけようとしてるってこと？片倉さんはなんか黒木に来てるんだかくっつけようとしてるんだか謎ですね。え？また会うことがあれば仲良くしてやって。あ、はい、もちろん私でよければ。君がよければナオズミはいいと思うよ。経営も同じ、君次第だ。それはどういう？言葉通り。そうして新しい瓶を置いて片倉さんは離れていった。なんかまた意味深なこと言われてしまったような。片倉さんはこうして時々全てを見抜いた上で言っているような言葉を口にする。まあね、一番年上だからっていうのもあるのかもしれませんが、それは漠然としているようで疑いの余地がない不思議な力を帯びていて、まあこういうね、客商売してるとそういうのも得意になってるのかもしれませんけどね。なんとなく予言めいているというか、これがカリスマ性ってやつなんだろうか。ゲイはやめておけ。君のためにもゲイのためにもならない。初めてここへ来た時に言われた言葉が不意に蘇る。そう、そうも言ってたよね。マキ君はダメだけど、ナオズミさんと仲良くなるのはよくて？いや、マキ君も今は同じなのか？そしてそれは私次第？うん、信じるか信じないかはあなた次第ですみたいな感じですかね。意味がわからない。何の答えも見えずうなだれる。ダメだ、なんか今日はあれこれ考えすぎて疲れてきた。もうやめよう、頭空っぽにして飲もう。ビール瓶も空っぽにしましょう。それから小一時間後、宣言した通り深酒はせず、私とマキ君は会計を済ませてえがり手を出た。駅まで送る。うん、ここで大丈夫。マキ君タクシー乗っちゃった方が楽じゃない？いや、近いし歩きで平気。荷物も多いんでしょ。だって乗るつもりだったら出る前に呼んでる。ならせめてそれ半分持たせて。気持ちだけもらっとく。じゃあお返しに荷物もらえる？二つほど。なんだそれ。いいから行くぞ。いや本当に。歩き出したマキ君の手から重そうな紙袋を一つでも引き受けようと手を伸ばす。え？ほんの少し触れただけでもわかるほど熱い手。その瞬間嫌な予感がした。マキ君ストップ。あ？ちょっとだけ首触っていい？は？触るね。じゃあ。マキ君が避けようとするよりも早く手の甲を耳の少し下へと当てる。これは。マキ君熱あるでしょ。手で気づくって相当な熱あるかもしれませんね。え？いや、え？じゃなくっていつから？気づかなくてごめん。でも言ってくれればもっと早く。お？いや、そんなポカンとした顔をされても。マキ君のことだから私に気を使って体調不良を黙っていたに違いない。ついそう思ってしまったけれど、これってもしかして。うん、お兄さんも言っていたもんね。これだね。人のことには本当によく気がつくんだけど、
自分のことには鈍いんだよ、あいつ。そういうことなんでしょうね。自分でも気づいてなかった？いつもより酒の回り早いな、とは思ってたけど、まあ、乾杯忘れちゃったりとかね、集中力が散漫になっているあたりも体調が悪かったということなんでしょうね。そんなバカな。いや、でも、そうだ、こういう人っているんだ。普段、滅多なことでは大きく調子を崩したりしないけど、そのせいか、体の変調にすごく疎くて、下手すると倒れるまでわからないっていう、まあ周りに気を配っていて自分が見えてないっていう人は、まあいますよね。はぁ、ごめん。ちょっといつもと違うなぁとは思ってたんだけど、ただ疲れてるのかと思って。あんたが謝ることじゃないだろ。別にこのぐらい平気だから。検温してないから正確な数値はわからないけど、間違いなく平気の範疇じゃないって。とりあえず今すぐタクシー拾おう。まあ元薬剤師ですからね、こういう知識はあるんでしょう。いや、いいから。ちなみにマキ君、夜ご飯食べてないって言ってたよね。え、ああ、すきっぱらにお酒を飲んでしまったのか、余計なんかね、体調悪くなりそうだね。発熱の理由がわからないならまだ変に薬は飲まない方がいいだろうけど、まあただでさえお酒入ってるから薬は良くないだろうね。かといって今日これから仕事して明日も仕事なら寝て治すこともできないだろうし、ちょっとでも何か食べられそうなもの買って帰ってもらって。いや、でもこの状態のマキ君、この大荷物でうろうろさせるのは、ああもう。ぐるぐると考えた結果、唐突に全てが面倒になる。マキ君、わかった。お？日頃の感謝を込めて今日は私に送らせて。なんか感謝デーみたいになってるよ。送らせてって、おい。知らないところで一人倒れられるより、おせっかいだって迷惑がられた方がいい。走ってきた一台のタクシーめがけて高く手を上げる。開いた扉の奥へまだポカンとしているマキ君を押し込むように乗せて、私もそれに続いて乗り込んだ。ちょっと近くて申し訳ないんですけど、佃大橋の方までお願いします。わ、地名がリアルですね。月島あたりの物語ですからね。ほんとその近くの隅田川にかかってる橋ですよね。はい、承知しました。ドア閉めますね。クソガキ、勝手なことしてごめん。家までの荷物持ちと必要そうなものの買い出しだけしたらすぐ帰るから。着いたら起こすし、寝ててもいいよ。その方が楽で、嫌じゃなかったら寄りかかって。笑い。それからややあってマキ君の頭は私の方に預けられた。その拍子にこぼれ落ちたような小さな助かるを聞いた瞬間、この人を一人で返さなくてよかったと、ただそれだけを思った。甘えられる相手が必要なのかもしれませんね。マキ君が無事に部屋に帰ったところを見届けた後、私は駅前のスーパーへ向かい、できるだけ急いでマンションへと戻ってきた。まあ、というわけで、また違った形で彼の自宅にお持ち帰りな展開になりましたが、今回はここまでにしておきましょう。カリスマ片倉さんが言うように、全てはヒロイン次第。これが乙女ゲームであることを見抜いているような状況になってきました。もしスタマイがルート分岐のある乙女ゲームだとしたら、なんて想像もしちゃいますよね。いずれにせよ、ヒロインは選ぶ立場、どんな彼にも合わせられるモテ女性であることに違いないと思わされる回になりました。で、余談ですけど、これは自分のモテ気なのかはわからないけど、最近なぜだかスパムコメントが急増しております。一応不適切なコメントは表示されない設定にしているんですけど、それをかいくぐってくるものも増えてきておりまして、気づいたタイミングで削除しているんですが、もし見かけても URL とかクリックしないようにお気をつけください。スパムコメントじゃないものはもちろん大歓迎でお待ちしております。お疲れ、もしくはおつサプと声をかけていただけるだけでも嬉しいです。と、最後は困りごとの相談みたいになってしまってごめんといった感じでしたが、今後も男性目線で彼の気持ちを紐解いていく形で乙女ゲーム実況をさせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。
いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。